おはようございます。ジャンくん。おはようって言ったらこっち来ちゃったよ。あら。はい。おかえり。はい。じゃあおかえり。うん。そしてすぐこの上におはようございますパンちゃん。パンちゃんおはよう。テーブルの上と棚のスギニャンの上でくつろいでいる二人を撮ろうと思ったら、ジャンくんは呼ばれたと思って来ちゃいました。黒犬おじさんはですね、昨日おとといの夜からずっと壊れた MAC の修理をやっています、なかなか今回は厳しいものがあってですね、ハード的に壊れたんじゃなくて OS が、立ち上がらない状態にずっとなっています。ということで、外から立ち上げたいのですが、外というのが、外付けを今、なんとかですね、外付けに OS を入れるんですが、コンピューターが、途中で立ち上がらないので、ここから外付けに OS を入れることが不可能でした。なので、あ、ポンちゃん、これ今、これだけはやめて。今ね、大事なことをしている最中です。ポンちゃんは旅に出ました。はい、いまだコンピューターの方は、修復できていませんが、今苦しんでいます。Mac の機能にはですね、本来タイムマシーンという、機能がついていて、外付けのハードディスクなど空っぽのやつがあったらですね、ずっとバックアップを取ってくれるというふうになっているんですが、そういう細かいところでのお金がなくてですね、ハードディスクを余裕で余らせるということができませんでした。なので今回も大変な苦労をしながら、もう2日間仕事もしていません。とにかくコンピューターの修理だけに、終始しているわけで、いろんなことを試すんですが、今回のやつは、元の OS ですねが、立ち上がろうとして眠ってしまうので、何をやっても、どうにもならないと。で、今ようやく、ちょっとミスったのはノートで、OS を外付けに作ってやってみたんですが、ノートの OS だとダメだったようです。これ確か昔そうだったなとは思ってですね。で、画面サイズが違うので、そこはどうかなとは思うんですが、まおいママさんが使っているこれですね。復元しますか？あ、はいはいはい。iMac ですね、画面サイズが違うとやっぱりダメなのっていう心配はあるんですが、とにかくこれで作った、外付けハードディスク、これですねに、OS を入れました。ただ古いんだな。まあやってみよう、とにかくやってみよう。コンピューターがなんとか動くようになりました。何をしたかというと、1回全部消して新たにソフトも何もかも今入れているところです。おとといですね、使っていた状態まで戻すにはだいぶ時間がかかりますよ。メールとかやべえな。はい、設定を早くさっさとやらないとですね。あとは最近SNS でね、 LINE やら、Facebook やらっていうのが、いろいろ設定しなきゃいけないので、急ぎましょう。今日中には、仕事ができるような状態にねしましょう。はい、2人とも可愛い状態になってます。昨日から今日へかけてはコンピューター Mac の、メンテナンスでずっと、かかりきりでしたが、この2人はとてもいい子たちです。さあ、そろそろ寝ますか。ね。明日は、合唱団の日でした。さっきちょっと気がついてしまってですね、合唱団に連絡のメールを出さなきゃいけないのを今やっています。さあ、コンピューターも直ったし、仕事もしなきゃいけないね。じゃあねー。おやすみー。